今日はね、全体リハっていうめっちゃ大きいリハーサルをしております。あっち見てください。すごい量の人です。はい、どうも、カンタの大冒険へようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。今日はですね、とんでもないことになっております。これマジで YouTuber でやった人いないんじゃん。そうだね、絶対そうだよ。これすごいんですよ。実はね、今日2日目なんですけど、まあ、昨日からもううちのチーム全体的にですね、あの映像チーム動かしたりとか、仲間のね、ウォンっていうチームだったりとか、いろんな方々に協力していただきまして、青山学院、僕高校大学とね青学で育ってるんですけど、今渋谷にいまして、実は今日青学150周年の映像を撮影しようと思います。これ大役すぎないか。すごすぎるね。これマジですごくて、この規模多分伝わってないんですけど、ちらっとあっちがモザイクになっちゃうんですけど、見ていただきますね。こんな感じ、200人人がいる。ドローンも飛んでるし、あ、こういう感じ、こういう感じですね。で、今ちょっとだけ隙間時間があったんでカメラ回してるんですけども、でそのね、150周年を記念する青山学院の大切な映像をね、私が監督することになりました。ありがとうございます。昔からお世話になってるね、大学の映像の先生の協力もあって、カンタやってみろよということで、もうね、すごい大変な中、みんなすごい、カメラマンもそうだし、ドローンも技術もいろいろやってくれてる人は全員が頑張ってくれて、当日を迎えてるっていう感じなんですけども、ここ一番大切なシーンですね。なんで今日一切ふざけません。今一番ふざけてると思ってね、振りみたいになってるけど、はい、でもマジですよ。で、まあ、学生にもね、たくさん協力していただいたりとか、まあ、いいものを作ると思うんで、まあ、そのね、裏側とかもちょっと映しつつなんですけど、まあないと思う、これを通った人いないと思う、マジで。それぐらいの大役をね、こう任せていただいているんで、自分ができることを全力でやろうと思います。で、まあ、カンタの大冒険含めて、たくさん見ていただいてるからこそね、こういうお仕事もいただけてると思いますし、なんか意外とちゃんとやってんなとか思っていただける映像制作の方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけたらやらせてください。めっちゃ楽しいね、実際。朝今8時なんですけど、みんな昨日とか5時とかからやってるから、朝みんなすごい頑張ってくれてて、で子供たちもね、在学生がね、たくさん出てくれてるわけですよ。で、多分出てくれる人が200人以上で、裏側がこれ多分マジで7、80人いるんじゃないかな。寒い中ね、みんなすごいやってくれてるんで、多分ね、これが公開されてる時にはもう公開されてると思うんですけど、なんか青学のいろいろなイベントだったりとか、なんか大切なポイントでこの映像を使っていただけるらしいんで、で一応多分 YouTube にも載せていただいてるんで、そっちの方も確認してください。ぜひ見てくださいね。はい、めっちゃいいのができてると思います。晴れてよかった、よかった、晴れて。あとは花粉だけ。じゃあちょっと頑張っていこうと思います。はい、ということで、なんか皆さんのダンスがめちゃめちゃ良かったんで、もう早速撮影に入っていこうと思います。もう本番なんで、どのシーンが使われるか分かんないっていうのと、前にカメラあるのと、3台カメラがね動いてたりするんで、それが近づいてきたら全力で笑顔で、間違っちゃってもいいんで全力でダンスしていただけると嬉しいです。じゃあ皆さん、早速始めていきます。よろしくお願いします。映り込み大丈夫かな。大丈夫ですか。 YouTube 乗るからね。YouTube 乗るよ。いっぱい青学の人見るからね。世界中の人見るからね。あ、こういうのが反応いいんだね。こういう系ね。はい、じゃあ行きましょうか、皆さん。なんかたくさんの数できないと思うんで、精一杯悔いないようにお願いします。それではお願いします。よーい、スタート。いいね。
のカメラ目線になんなくていいからね。カメラいないと思って楽しそうに踊るのお願いします。150周年の代表になってると思って、本当に多分いろんなところで流れるみたいなんでね、楽しみましょう。一瞬待ちます。ごめんねみんな。いやでも実際多分集中力結構ギリなんですよ、まあ、そうですだからいつ作業始めてもおかしくないから多分ドローンあと2回戦やって多分暴れるギリギリ感はあるかで、あと一発そこで行けたら最高です。だからもう最後ドローンも取れたけどラスト1回みんなで思い出作りやろうみたいな感じでやるしかないし、皆さん今ドローンで上からね陣形見てるんですけど、なんか若干ね前後が多分友達とかの近くに行っちゃってたりするのがあるから、ちゃんと周りの横見て同じ間隔開けてください。ありがとう。そうだね、初等部のみんなだね。そうだよ、ありがとう。多分変わったんじゃないかな。どうですか？綺麗です。めっちゃいい。もう本当に終わり近づいてるんで、ちょっと寒い中風もあると思うんですけども、ここもう一回集中してみんなでできたらなと思います。お願いします。ちょっと休んどいてください。ありがとうございます。意外と大変やな。でも順調だね。順調だ。最後だよ、もうラスト。みんなで踊るの最後です。多分ね、青学始まってからもこんなにね全世代が集まって踊るって機会なかったと思うんで、次いつかわかんないんで、最後精一杯みんなやりましょう。お願いします。お願いします、はい、ありがとう、いい返事。本当の最後の最後です。もう一回やるとか絶対しないんで、全力で最後みんなで踊りましょう。お願いします。お願いします。それでは行きます。行きます。よーい、スタート。OK です。最高です。ありがとうございます。こっちもちょっと一瞬だけ。あ、すいません。高校の頃の担任の先生です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。教えの通りに生きてきた。素晴らしい、素晴らしい。先生がいいと、いいのが感じない。ありがとうございます。ありがたいです。本当にね、素晴らしい生徒でした。ありがとうございます。さあ、ということで、今日も撮影がバシバシと進んでおりましてですね、非常にいい撮れ高になりました。さっきまでやってたグラウンド、で、俺の高校ね、ここ。ここ高校なんだけど、俺が通ってる時は、取り壊して新しくする時だったから、なかったのよ。そう。仮校舎っていうところにいたりしてた。で、校庭も、こんなね、芝生じゃなかった。だからすごい進化してる。俺が知ってた時の青学よりすごい進化してる。でね、このデッキとかもなかったから、あれもなかったんだもん。なかったなかった。ギリあれこれはあったかなぐらいだったね。ちょっと今雨見えてるかわかんないですけど降ってきたんで、一時退散しまして、ご飯食べたり作戦練って、夕方ラストシーン撮りたいと思っております。いつもねここランニングしてたからね、懐かしいな。さあ、お疲れ様です。ちょっとねお昼休憩ですね。2日目の非常にたくさんの方が手伝ってくださって、お弁当も出していただいて、今あっちに人がいっぱいいるんですけども、私はちょっと端っこでね、ちょっと
個人チャンネルを回すぞと。人がね出れないらしいんですよね。美味しそう。いただきます。チンジャオロース。今日のねメインも完成させれたんで最高です。なんかシンプルに感動したな。青学に通っててよかったなと思って。なんか僕の好きな青学っていう感じを表現できたのかなと思ってて。なんか一見青学ってなんかちょっとイメージ渋谷にあるし表参道とかあるから、まあ、おしゃれだったりとか、まああのね、素敵な方々が多いイメージはありつつなんかチャラチャラしてそうとか、まあね、全員が全員そうではないと思うし、なんか僕が知ってる青学ってもっとなんかみんな優しいし素敵な人たちの集まりでなんかねすごい楽しいんですよね。僕もの子供の仲間に入れてくれるというか、僕もなんか性格もねそんなものすごい明るいわけじゃないかったんですけど、青学に入っていろんな人とこう交流が増えたりとか、みんなすごく元気で優しくて他人に思いやりがある人たちの集まり、こうやって力を貸してくれて、事の発端はね僕がずっと YouTube の編集をしてた編集室があって、なんかずっと一緒に何か作ろうって言ってくださっていて、こうやって推薦していただけたのかなっていうのと、多くの方がねと関わってみんなにパワーをもらってばかりだったんですけど、編集含めて映像全部見て、まあ、責任持っていいものを作って、まあそれはなんか再生数とかそういうことじゃなくて、いいものが YouTuber でも作れるぞっていう、撮れるぞっていう、すごくない？青山学院の150周年の記念 MV 撮影しました。撮影させていただいております。うん、本当にすごいよ。ボイシーでねいつも話してるケンちゃんも今日のためにずっと準備してくれてて、結構ね大変そうにしてたんだけど、もうそれも嬉しいし、俺的には協力戦って感じがしましたね。すごく良かった。すごくワクワクしている。うん、なんか青学に恩返しの気持ちでやらせてくださいなんて思ってたけど、むしろ逆でもっと恩をこう感じたというか、これができる大学はないでしょう。うん、僕に取らせてくれるところも含めてこれができる大学はないでしょうし、二乗に通いたくなる大学でしたね。こういう次俺が見せれたと思うな、青学のかっこよさ。僕なんかもっとすごいやつらいるぞって、そういう気持ちで撮影しました。ありがとうございます。じゃあ最後の夕方雨止んだら新別撮って、今日で終了です。2日目でした。本気で1回目多分そんなうまくはいかないかもしれないですけど、もしかしたらあるんで気合で頑張ります。ありがとうございます。よーいスタート。スタート。ちょっと早かった、多分なんか乗んなかった。パフォーマンスすごい人数が関わっているし、いや、てかなんかそっちの方が青学感出るかもしれないですね。この床の青学です。青学です。取り切りましたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。やばい、ぬるぬるが最後のシーンを無事取り切りましたね。ありがとうございました。劇的な終わり方しちゃいましたね。本当ですね。結局雨に濡れるっていう最悪だけど、取れないよりはいいということで、見事青山学院150周年の記念映像の編集も終わり、なんと納品が完了いたしました。ありがとうございます。やりましたね。うん、よかったよかった。私、最後にね、クレジットっていうのが出てるんですけど、一応、
監督と編集の方で名前を連ねさせていただいたんですが、本当にたくさんの人がね、ご協力してくださってて、もう名前の数を見ていただいたらわかると思うんですけども、本当にあれ撮ったのが3月ぐらいだったんで、約2ヶ月ぐらい、ずっと同時並行で少しずついろんなね、青山学院の各部署だったり、お偉いさんとかの協議を重ねて重ねて、なんと、まあ私の人生でも最も大きいと、言っていいんじゃないでしょうか。お仕事が終わりました。ありがとうございます。はい、こちらはですね、一応 YouTube の方にもね、公開させていただくことになっておりまして、青山学院の公式チャンネル下記にねあるんですけども、そちらの方に載せさせていただけるそうです。ただね、こちらの映像なんですけども、実際は150周年の記念会みたいなね、150周年を記念する日に会場で流していただいたりとか、青山学院の方が見てくださったりとか、卒業生が見てくださって、今の青山学院ってこうなんだな、しかもそれってなんか YouTuber がやってるらしいよみたいな感じで見ていただける映像になるということなんで、非常に緊張しますし、青山学院をね、出身のすごい人もね、いっぱいいるので、そういう人にも届く作品になっているんではないかなと思いました。ぜひね、コメントをしに行っていただければいいなと思いますし、ちょっと感想を軽く喋りたいなと思うんですけども、去年から自分たちの映像チームを作ってですね、一応会社にさせていただいてて、そちらでね、1年以上頑張ってやってきた成果の一つとして、まあ本当に自分たちの身内仲間たちでこういう映像が作れたということは本当に嬉しいことだなと思います。そしてね、青山学院の大学生のね、学生さんもスタッフさんとしてたくさんご協力してくださ本当にありがとうございました。そしてね、大学生よりも若いね、青山学院の学生さんの皆さんも僕のことをすごく知ってくれてる人も多くてですね、それがね、やっぱり嬉しかったです。本当に水溜りボンドのカンタがやるんだ、みたいに言ってくれてて、あ、知ってもらえてるんだなっていう、なんかいつもね、水溜りボンドのファンの皆さんの前に出て行ったりとかして喜んでもらえることはあるんですけども、単純に YouTuber として知ってもらえてて喜んでもらえる機会がなんか結構新鮮で嬉しかったですし、自分が前に出るんじゃなくてカメラの後ろ側としてそういう人たちに喜んでもらえたっていうのもすごく自信になりました。映像でね、すごく意識したことは、僕が高等部と大学とね、青山学院に通わせていただいていたので、青山学院の良さは自分なりにすごく認識しているつもりなんですけども、撮ってる間に学生の雰囲気だったりとか、先生たちともこの長い期間ね、一緒に作っている中で、もっとね、真の部分で学校の受け継がれてる意思みたいなものを感じたりとか、ちっちゃい子を撮ったこともなかなかなかったんですけども、笑顔が素敵だなとか、中学生もそうだし、高等部の子も大学の子もみんなそれぞれ素敵なシーンがいっぱいあって、すごくどのシーンを使うか迷ったんですけども、まあ水溜りボンドのカンタ、私佐藤カンタらしい映像ができたのかなと思います。めちゃくちゃ攻める映像ってよりは、しっかりと歴史に花を添える一つのね、ピースになれたらいいなと思って作ったんで、そういうカンタもできるんだぞっていうところがね、カンタチャンネルズキッズの皆さんとか、これをね、見てくださってる皆さんに伝わればいいなと思っております。これからもね、こういう映像をどんどん撮っていくと思いますし、もっともっと大きい映像が撮れるように精進しますので、これからも応援のほど改めてよろしくお願いいたします。はい、本当に感動しましたね。高校の頃の担任の先生も見に来てくれたりとか、もうみんな1年生の頃と2年生3年生の担任の方がなんかやってるらしいって見に来てくれたりとかして、で、今回のお話をいただけたのも、僕が YouTuber としてね、ずっと頑張ってる姿を、アスタジオってところで、もう本当に5年間ぐらい、毎日朝から晩まで YouTube の動画編集してた姿を見てくださってる山本さんっていう先生がいらっしゃって、その方が激推ししてくれたことによってね、こんなありがたいお仕事を受けれてるっていう事実がありまして、普通 YouTuber に撮らせないよ。一つ一つね、出会った人の力でこうやって変わっていくっていうのが僕はすごく素敵だなと感じた30歳でした。
はい、ということで、カンタの大冒険ではこういうね、裏側も載せれたらなと今後も思っているので、これからもよろしくお願いします。以上、カンタの大冒険でした。ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。さよなら。